統一指数による能力偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます全レース前馬の指数グラフと本命馬はこの動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください大井競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは5レースの1つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは3レースの 1>, 1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。大井競馬5レースの本命馬から解説していきます。本命馬は7枠11番、東亜からかう和です。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 他馬との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の63で連帯目安の黄色線を25上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の37で黄色線を1下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行います ままずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは4走前の指数の42で本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては5上回っています。この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 2走前の指数の45で本命馬のピーク指数に対して18下回っています最低指数に対しては8上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます 距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1500、4層前は紫の丸が1500、1500が適距離ですが、1層前の紫の丸、今回と同距離の1600で指数を下げています。1600は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。 レース展開は、ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2層前はオレンジの四角が3番手から、4層前はオレンジの四角が4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、28でトップです。上がり指数は、36でトップです。 楽に好意につけられる高い先行力を持っています。以上より、本命馬の適性は、展開面が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適性面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適性面には、多少のリスクはありそうです。 冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは1レースと9レースの2つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと8レースと11レースの3つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬9レースの本名馬から解説していきます。本名馬は7枠7番琴飛屋です。 この馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は46%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と田との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の58で連帯目安の黄色線を10に上回っています。一方、最低のの指数となっているのは、 5。走前の指数の50で黄色線を5上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5。走前の指数の5。1で本命馬のピーク指数に対して7。下回っています。最低指数に対しては1。上回っています。 この馬に好条件となれば逆転の可能性があります。次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3。走前の指数の4。5で本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては5。下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上、より束との力関係からは他の有力馬にも。 逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1200 1200が適距離ですが過去1年1400以上の出走履歴がありません 1500への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は40でトップです 上がり指数は41で2位ですまずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうですレース間隔を見ていきます今回は14週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます一方距離適性とレース間隔がリスクです適正面にはリスクがありそうです 以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面にはリスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は46%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 姫路競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、5レースと6レースと11レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、7レースと8レースの2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。姫路競馬、6レースの本命馬から解説していきます。 本命馬は六枠八番デリカテッセンですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は45%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の59で連体目安の黄色線を 19上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の40で黄色線上となっています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは1走前の指数の44で本命馬のピーク指数に対して 15下回っています最低指数に対しては4上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の44で本命馬のピーク指数に対して15下回っています最低指数に対しては4上回っています この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上より、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1500メートルとなります。指数がピークとなっているところは 2層前は紫の丸が1400、昨年の3月は1400、1400が適距離ですが、1層前の紫の丸、今回と同距離の1500で指数を下げています。1500は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 2走前はオレンジの四角が花を切って昨年の3月は7番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は22で5位です上がり指数は37でトップですまずまずの上がり指数で差しが効きそうです以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方 距離適性がリスクです。適正面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。 推奨の本命場としてはリスクが高そうです。